2018年ピョンチャン冬季五輪スピードスケート女子団体追い抜きに出場した韓国代表キム・ボルム選手、パク・ジュウ選手が非難の標的になっている。二人への国家代表資格剥奪請願が14万を超えた。韓国大統領府ホームページ内に設置された国民請願コーナーは、請願後、 30日間で20万人以上の推薦を受ければ、政府及び大統領府関係者の関連回答を得ることができる。これを前に、キムボルムパクジューハイフンのソン・ヨンで構成された女子パシュート韓国代表は前日、カンヌンスピードスケート競技場で行われた競技で、3分3秒76を記録し、8チーム中7位に終わった。 しかし、この結果ではなく内容面で非難されることとなった。経路く誠するパシュートで韓国は残り1誠の場面でスパートした。この過程で一番後ろを滑走していたの孫四がキムボルムとパク十に大きく離される形となり、そのままバラバラでゴールした。最も遅くゴールした選手の記録で順位が決まる種目の特性上、 納得するには難しい状況だった。大抵は選手を前で引っ張り、後ろから押してレースを展開するためだ。さらにキムボルムは競技後のインタビューで、最後にソン・ヨンさんの体力が落ち、格差が広がったと笑いながら話したことで、ネット上で波紋が広がった。その後、キムボルムの SNS には悪質なメッセージが相次ぎ、 SNS を非公開に転換するに至った。